皆様、なんか持ってる？はい、そうなんですよ。これが埼玉スーパーアリーナ6月7日井上ドネア、ね、2ドラマインサイトのパート2って言われてるんですよね、はい、いや、なんかちょっとかっこいいでしょ、これかっこいい、あ、イケメンですね、ずいぶん、いや、めっちゃね、いい男ですね、井上尚弥、はい、ねえ、ちょっと眼鏡かけ直しちゃう、もう、はい、日本を代表する、はい、もう最強のプロボクサーですけどね、いやー、はい、ちょっともうそれでじゃあ説明してください。ええ、いやこれね、あの今回がリマッチ2戦目なんですよね。あの約3年近く前にもあの同じ埼玉スーパーアリーナで、うん、あの WBSS っていうボクシングの大会の決勝として行われまして、はい、その時は12ラウンドフルラウンド戦い抜いて井上尚弥が判定勝ちという形で、すごい、それがドラマイン埼玉っていう名前にこう世界のボクシング史に残るぐらい素晴らしい試合で、あの、うん、世界中のボクシングの中で年間最高試合に選ばれたっていう素晴らしいファイトだったんですけど、すごいじゃん。それのねパート2がね6月7日はい行われたんですよね。でまああの第1戦目も僕息子と一緒に見に行ったんですけど、はいはい、その時はね本当あのガンがね、あの転移したって言われて、うん、でそれであの右のリンパ節を切って、はい、割とその手術のねすぐ後ぐらいにあったんで、いやあの手術する前これ見に行けるかどうかってすごい心配してたんですけど、そうだよね、うん、でも無事になんとかね見に行けて、でなんか生きる力をもらったっていうかね、そりゃそうだ、息子もその試合を見て、いや俺もボクシングやったるわみたいな、めっちゃこうやる気を発してられた素晴らしい試合だった。もうすごいじゃないですか、ね、もう人生史上に残る出来事ですね。歴史ですね、ボクシングの歴史に残る試合だから、あー、ね、タカちゃん史上、はい、第2戦目が今回ね、うん、あって、いやこれねもうね、いやちょうどね大井競馬の最中で僕の仕事の、うん、いや仕事中だしなみたいなね、俺はいいのかこんなの休んじゃってみたいなね、はい、はい、それ言っちゃっていいんですか、それ、まあ、まあ別に大丈夫です、はい、で結局でも、まあ、やっぱり1戦目を思い出して、あのやっぱり井上尚弥の試合は絶対見に行きたいな、なんか生きる力をもらったっていうのもあったし、やっぱりがんになってやっぱりやりたいことやらなきゃ、やれる時にやりたいことやらなきゃっていう気持ちがねすごいあったんで、やっぱこれ行かなきゃって、でもチケットが高いんですよね、そりゃそうでしょう、そういう方のは。僕が取ったのはちょうど真ん中辺の席なんですけど、1人3万3000円ですから、結構いい値段ですよ。おお、高い、うん、いい値段だし、大変だ。2人で6万6000円ですからね。あ、はい、それ大変だ。でしょ、まあちょっと迷ったんですけど、あのテレビだったらね、Amazon プライムビデオの1ヶ月500円で見られる。本当だ、本当だ。そうなんですよ。はい、迷ったんですけど結局やっぱりね誘惑に勝てず買いました、はい、あでもその価値はある、まあ、結局、買って6万6千円払って2人で見に行ってどうだったかっていうと、うん、もう最高でした、よかったじゃないですか、はい、もう6万どこじゃ足りないですよ、じゃわずか2ラウンドで終わったんですよ試合は。あ、そうか、井上尚弥さんがあのノリとドネアを1ラウンドのもう最後の一番最後の最後で倒して、でもノリとドネアかろうじて立ち上がって1ラウンドを終えて、で2ラウンド始まってもう20秒30秒ぐらいからもう井上尚弥の怒涛の攻撃で、まあドネアがね、ノリとドネアはもう防戦一方になって、最後はもうちょっとボコボコにされて終わっちゃうっていう試合だったんですけど、いやすごいね、もうもうね戦術の強さでしたね本当に。僕はねちょっとノリとドネアが勝つんじゃないかなと思って予想は、はい、その人もそんなに強いのね、うん、いやもうねもうレジェンドですから、はい、もうアジアの英雄って言われるぐらいのレジェンドボクサーで、はい、しかもあの井上尚弥と最初に試合して負けた後の2戦があのすごい強い相手にすごい強い勝ち方をしてきて、もう昔のノリとドネアが完全に戻ってるっていう、あのニックネームはねフィリピンのフラッシュって言うんですよ、フィリピンの先行って言われてた
フラッシュか。年齢はもう40歳になるんですけど、もうその輝きが戻ってるって言われて、すごい試合になるなと思ってたんですよ。ところがね、もうあっという間にすごいパンチで、いや、まあ僕が言ったチャンチンってなったんであんま言わないんですけど、とにかくあの素晴らしい内容で完封して、はい、ああよかったじゃないですか。66,000円ね、わずか3分ぐらいで終わった、4分ぐらいだったんですけど、時間で、あの計算するとすごい高い、高いですね。でも全然高くないぐらい素晴らしかったで、あの帰りのね、駅に向かう道で息子と、いやすごかったねって話した、周りにいる、うん、あのお客さんもみんな、うん、いやーすごい、もう見た、すげえの見たってみんな言ってましたよね、本当。じゃあもうそこでまた盛り上がっちゃって、そこ、いやみんなもう、いやすげえ、すげえの見たってもうね、みんな言っていて、やっぱり生きてるってこういうの見られるってことは生きてるってことなんだなと思いました。人生にはやっぱりそのうわー感動したってなかなかないですから。インスタってインスタとかやってるんですよ。それに書きました、あの生きてるってことは、うん、井上尚弥の試合を見られるってことなんだってあの書きましたけど、本当にそれですいい、いやそういうことの積み重ねて生きてるって楽しいんですよね、やっぱりね、うん、生きられるっていうかね。その全く分かんない私から考えると、その、ええ、尚弥さんの、はい、その強さっていうのは、ええ、あのどこになんて簡単に言っちゃいけないけど、やっぱり他の人と違う、これがあるからでしょ。違いますね、うん、どこが、ね、まずどこが、まあスピード、パンチ力、まあ全て揃ってますけど、でもどうやってそれを身につけたのか分かんないですね。あの井上尚弥さんは、あの弟さんもボクサーで、井上拓磨って言うんですけど、まあ、2人ともすごく強いんですけど、多分あの年も2つぐらい違わなくて、小さい、もうすごい小さい頃からお父さんに鍛えられてるんですけど、お父さんがトレーナーで、ただお父さんに同じようなトレーニングを積んできても、そうだよね、やっぱり全然違いますからね、うん、弟も強いボクサーではありますけど、やっぱりちょっと違うなって感じですよね。あの前にだれだれだ、やっぱ兄弟っていうの多いよね。まあアスリートは多いけど、そうそうそう、ね、やっぱり親がすごく優秀なね、コーチだったっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりその体の中に潜在的にある能力かな、いやそれもあるでしょうし、やっぱりこう努力できる才能とかなんでしょうね。あ、そう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 。もうものすごい数の基礎訓練を延々積んできたって感じの動きですよね。動きにこう1ミリのブレもないみたいな感じがありますから。いや、本当にこれでまた生きる力をもらったなっていうことですね。いやすごい。人にそういうふうに思わせるっていう、うん、それがまずすごいわよ。あと思ったのが、うん、あの埼玉スーパーアリーナ2万人ぐらい入るんですけど、うんうん、そこまでの試合、いや井上拓磨さんもその井上尚弥さんの前に試合をしてるんです。へえ。でもね、やっぱり場内の湧き方が本当に違う。そうだよね。でもなんていうんですか、すごい大きい夜間の水、やっぱりすごい熱量がいるじゃないですか。沸騰させる。はいはいはい。例えばちっちゃい夜間だったらすぐ沸騰するけど、そう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 。やっぱり人間が2万人も入るぐらいの大きな箱を沸かせる熱量っていうのは、うん、やっぱりものすごいもんがいるんですよ。いい言葉だそれ。で、うん、あのもう井上尚弥が入場していった瞬間、それまでなんか、いやそれまでの試合も悪い試合じゃないですか。わかるわかる。でも井上尚弥がね、布袋寅泰のあの本当のギターの演奏に乗って瞬間、ね、入場してきた瞬間、みんながブワーって湧いてね、もう一瞬にして沸騰しましたよ、うん、やっぱりそれだけスーパースターって違うんだなと思います。違うよね、まあ、素晴らしい。ステージを数多く見てるね、村さんよく分かると思いますけど、本当にあの盛り上がり方がね、盛り上がり方はもう私はもう、はい、そうなんです。ドーンってしますよね。ドーンって、ね、きます。きますよ、ね。あれはもうちょっと筋肉を続々とするようなこうね。でもよかったですね。ねそれでまたあのタカちゃん元気になりましたよ。ボーンって。はい、元気になりました。それちょっと貯めといてね、ずっとね。そうですね。はい、これから元気活動させてもらいます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ではどうも。はい、それじゃあまた押していただきましょう。いいねボタン、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。